ゾラン・プラニニッチは、クロアチアのプロバスケットボール選手。ロシア男子、プロバスケットボールリーグ一部スーパーリーグ A の名門チェスカ・モスクワに所属している。ユーゴスラビア・ボスニア・ヘルツェゴビナ・ヘルツェゴビナ・ネレトバ県、モスタル出身。ポジションは、ポイントガード、シューティングガード。201センチメートル、88キログラム。ユーゴスラビア・ボスニア・ヘルツェゴビナのモスタルで生まれる。 1999年、リスボンで開催された、ジュニア世界選手権に16歳ながら U-19、クロアチア代表に選ばれ参加。銅メダル獲得。同年シボナ・ザグレブの下部組織からベンストンザグレブに1年間レンタル移籍。そこでトップチームに昇格し、17歳でプロデビュー。2000年夏、17歳の時、ジュニア、欧州選手権に、 U-18 クロアチア代表の一員として参加。決勝戦でフランスに敗れるものの銀メダル獲得2000から2001シーズンは再びシボナザグレブに戻りトップチームでプレー。18歳にしてこのクロアチアリーグのシーズン MVP を受賞。2001年18歳で U-20 クロアチア代表に選ばれ埼玉市で開催されたヤングメン世界選手権に参加。 銀メダル獲得。2003年の NBA ドラフトでニュージャージーネッツから一順名全体22位で指名され入団。2006年スペイン男子プロバスケットボールリーグ一部リーガーアッコブの名門タウセラミカと契約。2006年2007年と2年連続でスーペルコッパで優勝。2007から2008シーズンにはアッコブファイナルを制し、 シーズン王者に輝く。2008年6月25日、ロシアスーパーリーグの名門チェスカモスクワと2年間の契約にサインした。2005ユーロバスケットや2007ユーロバスケットに参加。2007ユーロバスケットでは6位に入り、世界最終予選の切符を勝ち取る。北京五輪世界最終予選では全勝で、クロアチア代表をアトランタ五輪以来12年ぶりとなる。 オリンピック出場へ導いた2008年北京オリンピックに参加ありがとうございます。